あの雲波12の鶴見線が通ったみたいですね。でね、今あの1番線から番長さんの方が、長野式の、あ、ちげえよ、なんか木馬状に見えちゃった。ちげえよ、おかしいに見えるけど、ぶっ待って、見覚えある。え、あ、依頼を受けたんで、あれ依頼を受けたんで、あ、ちょっと出しづらくてごめんなさい。で、この間、そうだ、これも変えたんですよ、そういえば。はい、店長、今聞きました？ん？モデラートです。どこまで？え？この方の。モデラートです。マジっすか、今。足してください。そうです、もう。いや。あのグループが多分LINEグループめっちゃわらわらと思います。はい、今日持ってきたってもいいですか？いい、われますよ。あの、CD4 に入れてくださいよ。
よいしょ。じゃあ、まあ、もう来ても挨拶はしない。うん。ただのお客さん。
って遠くから来る人とか多いんですね。そうですね、結構遠くからいらっしゃいますね。うん、それこそ関西の方とかとか、一番遠くて宮城県とかですかね。ああ、そうなんですね。はい、宮城県っていらっしゃいますね、ご夫婦で。ご夫婦で、はい。僕もさっき Twitter で見てて、そう。前泊まりしてる人がいる。ああ、はい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 、はい。僕もすっかり返信しちゃったんですけど、ね、例の魔境ホテルですか、はい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 、サンライズといい、羨ましいです。いや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 、せーの、ベレットレー、絶対そうや、やったぜ、やったやったで、もう耐えられねえよこの空気、もうもう無理や、俺は1時間も待ったよ。はじめまして、レイの森と申します。どうもどうも、どうもどうも、マリです。どう、 N です、こういう人間でね、パントでございます。一般人です。スタートしてるが S です。 S です。ありがとうございました、森さん。はい、よっよっ、あーもう耐えられねえ、無理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 、いやいや、これは A シートのやつ、片方でゼロが出たら距離が6、俺の買い方、はい、じゃあ俺、あれ、こっちに置くだけでも自分にはもう、
今ならできる。あ、今しかできない。あの存分にやってもらって。あ、そこにいたんだ。あ、やばい、もうやばいかも。あ、台車が、あれかな。早すぎるわ。何にやってるんだか。何年ぐらいしたんだ。もう2年以上ですね。一応ね。嫌な予感がしたこれ。いや俺今一応ね。いやこれなければ別にボツにすればいいだけだから。ほらーほらーほらー絶対そうだと思いましたよ、ね、ほらー分かってましたよ分かってましたよ俺言ってますよ声で分かりました声で鳥居洋さんどうも初めまして。はい、ジョーカルさんいやいやいや、皆さん来るっていうことでいただきまして、いや、ジョーカルさん来る前にこれ発信してましたからシークレットってこれもう出来上がってたっていうね。おいいマジで。いや俺その前に E1 の時点でハッてなってて、こっちでめっちゃ笑い起こされてた。いやマリさん一言言えないから。あ、そうだそうだそうだ、マジフレッシュなやつだって。そうだ、これあの6号さんの伝わるところさんもマジかよ。俺だと思って俺だからこの静かな中でみんなが騒ぎたいけど騒げないだろうなのタイミングで出そうと思って、飛ばすぞ。ほんとぶっ飛ばすぞマジ。ほら俺が言ったことやってみる。だからいいや、俺もやっちゃえって。そうだね。いやでも新ネタだってネタバラシした後に出すって言ったじゃないですか。って言ったら違うんですよ。先に録音さらしたらもう俺も言っていいかなって。あんたら一緒。俺から見たら一緒。でも2080じゃ限界だよ。